ほえあれああこうかこうかあ南アラモードあよかったよかったああ始まってるあよしあれちょっと待ってああこれ取れてるあーよかったあーえ待ってめっちゃいい匂いがするんだけどちょっと待ってあこれかいきまーすそれうっ待って天才じゃない本当に本当にこれ全部にまぶした方がいいのかなまさお好みでお好きなようにね焦げてないからこれ本当にえ嘘これはねあちょっと後ろの方が若干焦げてんのかなでもこれマジでマジ本当に成功なんだってちょっと見てくださいえめっちゃいい匂いなんだけどすっごい粉砂糖こぼしてるんだけどいっかじゃんじゃじゃーんできたあ写真ですねちょっと待ってはいうわーいきあちょっとよいしょよいしょよいしょうわーおいしそうはいチーズあれもうちょっとはいチーズできたということで、皆さんこんばんは、田中みな実でーす。始まったよー。南アラモードシャープ1へようこそ。たったらーどうですかこの衣装。この番組はですね、田中みな実がスイーツを作ったり、お茶をたしなんだり、ゲストさんを招いてゆったり過ごしたり遊んだりと。好きをいろいろ詰め込んだ自由な番組になってまーす。いやー、ついに始まった！わー、ありがとうございます。ということなんですけど、まず、あのね、最初に、これどうですか？ガトーショコラをですね、これ、本当に私が作ったんです。皆さん、これは本当に私が作った。いや実はスタッフさんが作ったのをってそういうのじゃない本当だよみんなすごくないですかえ焦げてんのかなこれあでも若干後ろの方は焦げてんのかなあのあっちの方奥側に行ってた方こちらがこちらはあんまりちょっと見ないでいただいてほらあー美味しそうえでも普通にねいい匂いしたのちょっとみんなすごくないですか本当にね、あのいい匂いしかしないわーいや私がやればできるんだぞっていうところをですね収録したんでよかったらあの会員登録していただければはちゃめちゃなこのこれのガトーショコラができるまでのねはちゃめちゃな道のりがねはい後日放送されますんでよかったらそちらの方を見てくださいはいまあということなんですけど本当第1回が始まりましたね早速なんですがメールをねいただいていますのでいつご紹介したいなと思いますなんか本当にたくさんのメールが届いてただもうすごい量だったんですよ 4日ぐらい前にメール募集を出したのにすごい皆さんが送ってくださって本当にありがとうございますでは行きましょう記念すべき第1通目アラモードネームホタルさんからですありがとうございます早速もうねアラモードネームなんてものが作られてもうアラモードネームでいきますよこれはみなみ、あら、どうも、かっこ挨拶これももう、あら、どうもで決まりですよはい、この度は新番組開始おめでとうございますみなみの冠番組開始をずっと待ち望んでいたのでとても嬉しいですみなみがスイーツを作ったりするとのことで得意のホットケーキを焼いてドヤ顔しているみなみをまた見れたりするのかなといろんな期待を膨らませておりますみなみは将来ショコラティエになりたいという夢がありましたよねそんなみなみの夢をこちらの番組で叶える姿など見れるのかなといろいろ想像してワクワクしています新番組開始がとても嬉しかったのでお祝いのお花を届けさせていただきましたみなみの新たな一面が見れることを楽しみにしていますねそれではということでこちらなんですわー南アラモードありがとうございますこのねハッシュタグになれなかったこのねやつまで書いてくれて実はこのね点ラ点ってやつこれですね実はハッシュタグにできないということが判明しましてですねこれはお蔵入りということで
なってしまったんですけれども、でもすっごい嬉しいです。ちゃんとねスプーンとねフォークもね刺さっててね、すっごい可愛いの。見てみて、可愛らしい。こちらのお花をね今日は、はい、飾らせていただきながらやっていきたいなと思いますよ。ありがとうございます。まあ、この後もねメールの紹介ねいろいろしていきたいなと思います。では後半に続き改めて紹介しましょう。本日のスイーツはこちら、ガトーショコラです。いやー、もう何度も皆さんにね自慢してますね、こちらのガトーショコラを。このねなんかねひびがね入って、あぶねひびぶない、これこれガシャーンって言ったらもう本当に事故ですよね。やばいやばい。それは大丈夫です、さすがに頑張る。このねなんかね表面がねこうひび割れてると成功なんですって。なんか最初はね結構こう割と上まで膨らんでたんだけど、だんだんこうね底の方にね冷めていくという現象らしいです。ちょっと私にはよくわからないんですけど、まあそんな感じでね作りました。いやー、ショコラセット、あ、そっか、これじゃあまだねちょっとまだちょっと若干熱いんで、さっき本当にさっき開けたばっかりなんです。なのでこちらの方にね、はい、置いときましょう。はい、じゃあこちらよかったら、あ、こっちの方がいいかな、よいしょっと。いやー、じゃあこちらに置いといて、あとでねまたいろいろ切ったりなんだりして準備していきたいなと思います。では改めてここで番組説明です。この番組は前半はどなたでもご視聴できます。後半は会員様貸切放送となっていて、月額500円プラス税です。後半視聴はもちろん、アーカイブ視聴や会員限定グッズ販売、イベント等々、特典は随時追加予定です。会員登録をお願いします。え、そうなんですか？グッズとかイベントとか今後やるんですか？すごい、放送だけかと思ってた、そんなまさか。いやー、よかった、嬉しいです。ね、感想をね、ぜひツイッターでつぶやく際は、ハッシュタグの後に、ミナモード、ひらがなでミナ、カタカナでモードと書いてつぶやいてください。点、ら、点は、検索に引っかからないというですね、ね、事態が起きてしまったので、ぜひミナモードで、よかったら感想などなどつぶやいてくださると嬉しいです。それでは早速なんですが、もう私はね自信がないんでもバンバンいっちゃいますよ。こちらのコーナーへ行きましょう。調理のお時間かっこ仮。はい、このコーナー名はですねみんなで決めたいなと思うのでかっこ仮をつけさせていただきまして、こちらの調理のお時間というのはですねマネージャーさんが考えてくれました。なんですがちょっとこのままだと本当にこのままになってしまうので、よかったらメールなんかでいいの思いついたなと思ったら、この調理開始する前のコーナー名みたいなやつを考えて送ってくださると嬉しいです。思いついたらぜひぜひメールかなんかで、はい、ぜひ、あ、そうか、コメントでもいいんだ、ありがとうございます。ぜひぜひよかったら、考えてみてください。じゃあね、ガトーショコラを作っているところはねほぼほぼ見せられてないので、もう一品今回は作っていきたいと思います。なんだと思いますか皆さん。一応ここにね若干のヒントがあるんですけど、なんだと思います？え、全然ヒントじゃないか、ちょっと待ってください。こんなもの、これはメイプルと蜂蜜ですね。おっと、これは結構ヒントなんじゃないですか。ホットケーキではない、餃子ではない、ホットケーキじゃないよ、焼肉じゃないよ、たこ焼きじゃないよ、スイーツだって言ってるじゃん。なんでみんなわからないの。あ、惜しい人いたよ、惜しい人いた。ポテトサラダポテトサラダ惜しいんだよ。あ、でもすごいみんな、あ、いました、正解、バン、お芋さん、スイートポテトです。あ、こちらだ、じゃじゃじゃーん。ちょっと若干ね、ガトーショコラの余熱で若干温まってますけれども、こちらのお芋さんを使ってですねマッシュマッシュして、はい、スイートポテトを作りたいなと思います。いや、これはですねあれですよ、やっぱ9月もうねだんだんね、まあ、今日はちょっと暑いですけど涼しくなってきたぞと、秋をね見えてきたぞということで、スイートポテトをドドンと作りたいと思います。はあ、あ、じゃあこれはこれはあれですね、ガトーショコラセットなんで、はい、ちょっとたくさんにお渡しします。はあ、よし、
では早速なんですが、調理スタートと言ったらスタートしますその初回なんでね、こんな感じで始まっていきますが、ぜひぜひ皆さん私のこと応援してください。では行きましょう、調理開始。ガン、あーすごい、拍手で始まる、ありがとうございます。行くぞー。まずさつまいもの両端を切ってピーラーで皮を剥く。これですか、まな板は。ん、あ、こっち、あ、こっち、あ、そこちにあった、これですね。だったらこちらのなんか板前さんが使いそうないい感じのまな板で芋をドンと、これか、包丁、両端を切ります。やば、私が包丁持ってるちょっとこれだけあれですね、スクショされたらやばいやつですけど、じゃあいきます。猫の手でしっかり、あ、硬いんですけど、えうとりあえず両端をね、え、結構硬めなんですが、とりあえずここにポンと置いといて、ピーラーで皮を剥いていきます。ピーラーはこれかな、いくぜー。いや、ピーラーで皮を剥くぐらいはね、私もできますよ。え、意外に硬くないっすか。硬いですよね。え、なんかこのすごい、なんか 身も削っちゃった今やばい、それだけは、それだけは自分の、自分も食べるからな。そうなんですよ、これはね、後ほど食べるコーナーがありますから、その食べる時にスイートポテトも美味しくいただきたいですからね。よいしょよいしょよいしょ。うわぁ、なんかさつまいもを皮で剥くなんて、私ちょっと正直言って初めてかもしれない。本当にね、今までどんだけ親の料理を手伝ってこなかったかっていうのがね、このなんか、なんていうんですか、多少残っててもいいんですか、このなんか目をこうやってへーっつってくり抜いたりしないで大丈夫。でも私ちょっと気になっちゃうじゃあ取ってもいい。でも結構あるんだよな、これやってたら時間なくなっちゃうかな。でもなんかこういうの取りたくなっちゃうタイプ、いって取りたくなっちゃうタイプなんですよ。気をつけます。でもなんかだんだん面倒くさくなってきたからいいかな。こんな感じで、たったらー、紫のお芋が黄色に早変わり。よし、じゃあこのこいつらはですね、こいつら、あ、ゴミ箱発見。そうか、ゴミ箱が、ん、あ、これか、ゴミ箱をこちらに、えいポーン。さあ、第一工程が完了しましたよ皆さん。続いては薄めの輪切りにして水に2分つける。だって、じゃあ、まあピーラーお前はもうこっちだ。薄めの輪切りでも結局はさ、これでさ、こうね、潰されていくんだから、まあ大体でいいでしょう。頑張るよ。あ、熱すぎるとレンジで火が通らない。え、じゃあどうしようどうしよう。あ、そっか、あ、わかりました。薄めの輪切り、薄めの輪切り、こんなもんですか。おら、あ大丈夫大丈夫大丈夫。あー、みんな応援して私のこと。結構硬いんですけど、薄すぎ、大丈夫かな。硬いっす、これ芋想像以上になんかさ、スイートポテトとかさ、なんか私割とスイートポテト大好きだからさ、なんか売ってると買っちゃうんですよ。すごい柔らかくて美味しいじゃん。元の芋ってこんな硬いんだ。焼き芋とかさ、すんげえ薄く切れた。ううあー、でもこいつらが美味しくなるんだよな後々に。え、薄すぎかな、どうですか、大丈夫。ちょっとなんかだんだん猫の手つらくなってきた。田中流でいく。おら、やべ、切れなかった手でちぎる。えいえい、おらおらおら、いけ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 あー、でもだんだん、最後気をつけて。このさ、世にいるお母様たちはさ、こういうのをさ、どうやってなんかさ、すごいトン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 ってなんかすごい最後までパラパラパラみたいな感じでやるじゃないですか。あれ本当に、あ、これ横に、あ、そっか、横にすればいいんだ。もうとにかくマシュマシュされちゃいますからね。もう、はい、どうぜございしょう。
薄くされた芋たちなんか可愛らしいですね。次は、あ、これか、このボール、これですか、一つで、このじゃあ薄薄い、あ、こっちの方がいいかな、あ、こっちの方がいいか、この薄いボール、色が透明なボールに、あ、水に2分つけ、やっぱ水につけるんだ、よいしょよいしょ、料理って大変、2分ね、今15分、15分だから15、16、17分30秒ぐらい、17分、なんかなんかし、なんか水が濁ってる、でんぷんで、でんぷんが溶け出しているんだ、へえ、なんか家庭科の授業みたいですね、なんか。じゃあちょっと待ってください、次の工程をちゃんと考える。ラップでくるんで600ワットで3分加熱し、ひっくり返して3分加熱、ラップ、あ、そっか、ラップで、オッケーオッケーオッケー、これをこっちに、あ、さようなら、もうお前は使わんぞ、じゃあ包丁も使わないですね、さようならと、よかった、みんな安心して、もう包丁はないって。じゃあちょっとラップ出しときますね。いやーいやー、このラップ、こんな、テーブルの上、あ、粉砂糖が大丈夫かな、まあいいや、多少ね、味付けされても甘いんで、結局塩じゃないければね、いいじゃないでしょうかということです。はいはいはい、あとちょっとだ、いやー、いや、そういう、まあいいやも大事ですけどね。え、待って、このラップ、この芋たちを置いて出して、でまたラップでやって3分、お前は3分、うおっ、とりあえずちょっとレンジにしときますね。600ワットで3分、なんかできる女みたい、先に準備しといたよみたいな感じでね。よーし、あ、2分なりましたね、よーし、ほいほいほい、ありがとう、そろそろ2分経つよって教えてくれた、洗いましょうね、若干洗いつつね、へー、これもうちょっと洗った方が、もう一回、こいつらがスイートポテトになるんか、そう考えると料理って面白いですよね。いやー、もう一回ぐらい洗っときます。あー大丈夫大丈夫、あ、待って、知らぬ間にもう一個落ちてたけど、でも多分大丈夫、まな板の上に落ちてたから大丈夫、私が細かく切ったやつがね、あったっぽい、よいしょー、おいおいおい、これをでーん、おーい、 OK です。で、またサランラップをこうやって、うえー、あ、やばい、はい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 、で、レンジ、このままいいんですか、このままこうやって、へー、皿とかいらないんだ、ラップ芋が、とりあえずこうね、で、さっきあれやったんで、もうそのまま、うん、さあ、その間に蜂蜜、メープルシロップ、バターを加えて、はっはっはっ、あれだね、これですね、ブンブンブン、これか、蜂蜜とメープルシロップをここに乗せればいいんだ、とバター、あ、バター、冷蔵庫、うまた出てきた、また出てきたって言ったでしょ、ガトーショコラの時もあったんですよ、これ、え、これバターですか、あ、こっち、これか、これですか、あ、これですか、食塩不使用ですか、あ、また食塩不使用なんだ、ガトーショコラもね、食塩不使用だった、珍しい、食塩、あ、でもお菓子作りね、食塩不使用やっぱり使うんですね、はい、なんだって、ここにもうボンボン入れちゃっていいんですか、じゃあ蜂蜜をまず 20g いきます、いけーん、あ、待って、 23g になっちゃった、意外に多い、ちょっと待ってください、私これ知ってる裏技を、
吸い出す。あ、22グラムになった。ちょっと待ってください。あ、22グラムだ。ちょっと待ってくださいね。本当にいけるんで、いけるんで、大丈夫なんで大丈夫なんで、いけるんで、大丈夫なんで。ほら、21グラムになった。いや、私本当に分量を守る女なんで。あ、19グラムになっちゃった。音が、え、マイク乗ってる？大丈夫かな。あ、20グラムなりました。で、次にメイプルを20グラムってことは40グラムになればいいんですよね。これはもう失敗したらマジで吸い出すことはできないですよね。吸い出すことはできないから、これ失敗許されない。これ40になったらいいんだよな。これ大変だぜ。31、34、もうちょい、あー、36、刻むね。38と9を行ったり来たりしてる。そういうフェイクやめてくれませんか。あと 1g。 あー、 40g になりましたセーフ。で、バターバターバター 30g。 包丁包丁、あ、やばい、包丁置いちゃった。こっちにある、よかった。あ、これでいっか。よーし、ん、これで 70g になったらいいのか。私がなんでショコラティエになるのをやめたかって、計算があるからですよ算数がね、本当にできないんですよね。46、あ、やばい、ひっくり返す、ひっくり返す、ひっくり返して、もうさ、うわ、見ました今の、膨れ上がった。これ絶対熱いじゃん。よし、ひっくり返します。あー、めっちゃいい匂い、熱っ。え、これどうやってひっくり返すんですか。うるうらいきました。もう一回温め延長3分。待って、 70g にすればいいんだよね。みんな覚えてる？みんな教えてよ、頼むから。あっ、あっ、 51g。 え、 51g って言った？あ、危ない、また包丁使ってんじゃん私懲りもせず。55、もうこれも言っていいのか。あっ、 60g だ。あと 10g。え、こんなバターって使うんだ、衝撃。65、こんぐらいじゃ。あと 5g ね。わかったわかった、はい、71なんで、どうしようどうしよう。ちょっと待って、ちょっと待って、ダメなんですどうしよう。あ、わかったわかった、こいつを戻して、あ、でも蜂蜜がついてんな。こんぐらい、よしよしよし、これで69だと嘘だろこの刻む、あ、70になった。え、いいんですかこれで。じゃあちょっとこの蜂蜜付きバターはどうにかこうにかします、後ほど。手がバターまみれだよ。で、これが何ですかこれが何なんですか、果たして。今測りましたけど、3を、あ、加えるんですね。あ、これをここに、このちっちゃいボールで。ダメだ、ダメ、いけますかね。出た、また蜂蜜をそぎ落とす工程に。いや、でも私これでやります。え、なんか、なるほど、塗る用の、あ、そっか、どうしましょう、塗る用の、そっか、今のうちに、ね、スイートポテトにはいつものやつ、あー、卵もあったわ、卵黄をね、こう塗るやつ。見てください、この新兵器、豚ちゃん。いやー、私卵だけは本当に割れるんですよ
ね、あ、ちょっと失敗した。やべ、全然やべ、ちょっとやべ、 生放送、今のカット、あ、生放送カットガトーショコラ編を見て、ガトーショコラ編をお願いだから、ガトーショコラ編を見てください。ほら、菜箸、私はこのね、白いやつがどうしても許せないんですよ。この卵を割った時に出てくるこの白いやつが。なんでお前はいるんだよってね、さよならします。あ、やばい、芋が。大丈夫ですか。じゃあこの新兵器を使って卵黄をね、吸い出します。いきますよ。見えるかな。それ。おお。ちょっとチラ見せ。わー。ということで、はい。え？じゃあこれはこのまま待機か。豚はじゃあこのまま卵黄をしまい込んだまま待機してもらいつつ、もうこうしてまた私は洗い物を増やすのであった。じゃあオープン。もうしなしなや。しなしなのこの芋たちを救出。キャー！あーあ！これどこ？これで？あ、すごい密閉されてるラップで。いけ。あ、いけたいけた。この芋たちをここに入れる。いきますよ、皆さん。3、2、1、ボーン。あ、つ。きたきた、私の大好きな工程が。よーし、あ、これ取り消しにしとかないと。あったまっちゃう。よし。いけ、潰します。潰れる。すごい。うわ、めっちゃいい匂い。えい。あ、バターが。バターなのか、芋なのか、何なのか。えい。あ、これ、力がいるわ。あ、ボールひっくり返さないように気をつけまーす。これですね、芋がね、あったかいうちにですね、どうにかこうにかしないとですね、バターが固まっちまうんで。わ、でもね、すんごいいい匂いしてる。どうですか、皆さん。よいしょ、よいしょ。これ分量合ってんのかな。あ、でももうちょっと芋がひねりつぶされればいけるのかな。この不安でしょうがないこの時間ね、チョコを湯煎してる時もすっごい不安だった。これが本当に膨らむのかって。でもあんな風に膨らんだからきっと芋もどうにかこうにか膨らむはず。えいえい。え、本当にこれで大丈夫なのかな。芋少なくないですか。割と、あ、でもまだ潰れてない芋がいるのかな。レシピを信じろ。そうだな、俺も信じる。えい。あ、なんか潰れてない芋がいるんだよな。あ、こうやってやればいいんだ。はあ、天才。こうね、自分を褒めていかないとちょっと自我が保てなくなってくるんですよ、料理って。だから頑張る。よかった、あっちに移さなくて。えっ、何買ったこいつ。お前を潰してやる。あ、待って、こいつすげえ硬い。え、なんでこんな硬いのこいつ。綿棒？あ、デリデリデリー。これどうするんですか。え、あ、面積狭い方が潰しやすい。よし、じゃあ行くぞ。うわ、でもこいつほんとびくともしねえ。ボールひっくり返すぞ。うっ、えこの芋何。ちょっと待って、悔しい。俺はお前を絶対にひねりつぶす。なんでこんな、こいつだけ、あっ。はみ出芋、淡路味大事だからね。え、
美味しい。スイートポテト味があります。ひって食レポだ。やべえ。そんなことにならないようにしようっと。でもね、他の芋は相当潰されました。ガッタンガッタンうるせえよって。こっちだって真面目にやってんだけど。なんか本当にこいつだけずっと存在してる。持ち上げますよ、こいつです。こいつです。こいつは、お前は一体何なんだ。ちょっと周りの芋たちをそぎ落としてみますね。わあ、なんだこいつ。あ、ん、バターか。そんなわけないよな。え、芋ですかお前。なんか芋と芋がくっついて合体芋になってる。なんですか。そっか、包丁で。また包丁。まだありますけど、また私は洗い物を増やしていく人なんですよね。すんごい、もう刺さんないもんね。あ、本当にやばい。なんでこいつにこんな時間を。すいません、また増やしてしまって。こいつだけなんですよ、こいつだけ。ちょっと、ふぅ、なんですか、ほんとにやばい。え、ほんとに芋これ。芋ですよね。でもなんかね、硬い。もうちょっと君だけはごめんしようかな。なんかだってもうなんか石です。断面が石が生成されちゃった。どうなんだろう。もう一回チンしてみる。チンすればって言ってるみんな。これだけちょっとじゃあ水にシャッシャッ、あ、ラップラップ。そう、みんなのあれ通り。お前は温めだ。レンジ1分ぐらいしときます。その間にマッシュマッシュしますね。だいぶ潰れてます。あ、なんかもう1個ぐらい。今なんか自分も潰れかけてますけどまだ全然だよみたいなやつはいた。ま、実は私も潰れてないんですけどねみたいな人発見。ほら。お、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、取り消し取り消し。ちょっと待って、こいつも仲間に入れて私やる。実は自分もなんだよねみたいなのがいました。うわ、これもなんか火が通ってないのかもしんないね。よし、熱っ。あ、待って、間違えた。もう一回やろう。はい。本当に残ってない。あと残ってないと思いますけど、結構いい感じ。じゃあ本当あの2つだけ、本当あの2つだけだった。あー、でもすごいいい感じじゃないですか。ほれほれ。いや、なんかでもほんとちっちゃい、ほんとちっちゃいけどいる。こいつらどうしよう、どうしよう。ちょっと待ってね。こいつらも入れる。あ、待って、大丈夫ですか。やばい。
扇換気扇換気扇あ、これかちょっと今日でえ、やばいちょっとえ、やばい助けてすいませんちょっと窓も開けてもらってすいませんちょっと待って この諸悪の根源を諸悪の根源をちょっと丸めて証拠隠滅しますちょっと換気しましょうね本当に芋に殺されかけた危なっよかった気づいてねえなんでスイートポテトでこんななるのやばいよもういややばい予感しかしないって思ったんですけど本当にでもなんかね若干ね少数残ってるんですよなんか残ってるじゃあもうこいつらもう抜粋してどうにかするかもうもうね残ってるやつだからちょいちょいいるんですよどんどん芋が少なくなっていくよ芋が私のスイートポテト結構いるやん私の力が足りないんかあ、鼻が慣れてきた本当にこの硬いやつがいるんですよさっきのすごいでかかったけどなんかこまごましたやつらがいるんですよねやーべえなーもう初回からやっちまったなーマジで本当に煙がもうくも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 う絵に描いたような絵に描いたような失敗をさ普通するうわーみたいなくせーみたいなつらすぎる嘘でしょガトーショコラより工程少ないのに無期限で残ります？アーカイブが死にてーこれは辛すぎでしょうでももういい気がしてきた芋たちね、はあ、次行こう気を取り直してねもうここから見た人は何も知らないからねここから見た人はもうなんか南がスイートポテト作ってるへーふーんみたいな感じでね終わりますからね全然そこにおいては大丈夫すいませんもうスタッフさんもむせちゃう次手袋をして小さく丸める可愛い工程に来ましたよ皆さんよかったですねちょっと若干まだ残ってますかねドア開けましょうねそっちのドアもちょっと私一回切りますあ待ってあいけたいけたいやちょっと大丈夫かなこれ本当に本当に大丈夫かなじゃあ作りますね芋たちを丸めますはいこれ平べったくした方がいいんですかねあ丸い方がいい丸く丸くこんぐらいですかえほらかわいいいい感じちょうどいいサイズですねこんな感じでね丸めていく平和な作業に入りますので皆様の安心してご視聴くださいねいやー危ないあ、すごい天才じゃない私いい感じあ、でもそっか後で焼かれるのか芋たちも芋たちでまたねあ、でもこの硬さはダメかちょっとこいつらはね証拠隠滅しますけど後ほどあ、ちょっとこれちっちゃかったかなこれね、均一にえ、なんか可愛くないなんかほら、黄色いのお月見団子みたいいやこれをあれこのままでいいんでしたっけ串に刺すんでしたっけあ、後ほどじゃあ刺しましょうね待って、ちょっと芋たちをなかなかこう抜粋してしまったから全然数が作れないのでは疑惑が生じてます私最低でも10個は作りたいなと思ってるんですけどもうね、なくなってきた若干どうしようやべえみんなでお芋パーティーみたいな感じでしようねみたいな感じのノリだったのにもう散々ですよもう今残りこんなですやばい
やばいやばい、こうカメラ映すと余計やばいですね。まだ5個しか、もう半分しか作れてないよ。マジでこれもうすごい半端な数しか作れないんじゃない、どうしよう少ねえ芋が芋少ねえ、嘘でしょ。あーうわーこれ最後も重要ですよ、これかなり。うわーもうあと多分あともうあと2個しか作れません。はい、宣言宣言します。あともうこれとこれだけでしょ。これこれをこうして頑張るけどさ、あなんか当たりとか作ります？ハートとか作っちゃったりして、これあこれはねもうなんか変なこと言ってたすぐそうなるからね、ちょっとまあまあ大丈夫大丈夫、ボールに落ちたからねえ。待って 1,2,5,6,7,8,9 個という10個にはちょっと及びませんでしたね、さすがに。しかも最後の1個がかなりちっちゃくなる可能性大、やばい。でもでもハートを作りますね、頑張って。よいしょよいしょ。ああ、あ、そっか卵黄ね。いや卵黄この後やから、卵黄この後ですよね。オーブンシートに乗っけて卵黄、え待ってハート型って意外とむずいんだけど。いやちょっとうわでも換気扇ありがとうって感じですね今すごい大丈夫ですか、このマイクにブオーみたいな乗ってる。まあいっか、背に腹は変えられませんよね本当に。えハート型がもう思ったよりむずすぎて、もうなんかあー綺麗だから、下は綺麗だから大丈夫、若干粉砂糖がついてますけども、でも焼かれればもうみんな一緒だからいいのそれは。やべえよ本当に、たくハートにどんだけ時間をかけて。えもう8時42分なんですか、えちょっと待って、みんな知ってた、もう始まって40分経ってるんですか、衝撃。もうよくわかんないや、このハートなのかわかんないけども、とりあえずできたちょっと中なんかちょっと中ついてる、食べよう。うんうん、あ甘くて美味しいです、味は保証します、確実に味は保証する。よしよしよし、こいつだな、こいつこいつ、じゃあなんかまた卵、あこれか、これをこっちに、卵白は使わない使わない、さよなら。これバナナ入ってたやつです。じゃあこのね、はい、バーン、わーかわいいんですけど、豚さんがポロンって出してくれました、ありがとうございます。これどうするんですか、あこれで混ぜる、ハケで混ぜる、あ箸で混ぜる、ちょっと芋若干ついてるな、あこれか、これで拭きましょうね。あーよかったよかった、なんとかね、あとりあえずちょっと50分までに終わらせないとマジやばい。でも私このね、なんつうんですか、この卵を塗る工程だけやったことある、手伝いで、そんな記憶がある。ハケ、あそうクッキングシートだ、危ねえ危ねえ、そうこれにこの皿に並べてもダメなんだよ、汚な汚ない、色々こぼしてる、汚いです。はーい、はいはいはい、あこれか、え可愛くない、いい感じいい感じいい感じ、やばいハートだけちょっとあっほじれたハートが、まあ焼かれればねいい感じになると思う。よし、じゃあ塗ってきますよ。あ職人って感じしますね、なんかこうこれなんかこう中腰になんかなっちゃったりして、こうやってペタペタ、楽しい、この作業が一番好き、ペタペタ、あこれで合ってるのかな、本当にどうでしょうか。あお花さんをちょっとどかしますね、すいません、よいしょよいしょ、あ、なんか可愛くない？
これここだけ見るとすごいテランテカテカしてて可愛いです。芋が、いやでもこれであのスイートポテトの作り方を私分かりました。なるほどね。あ、やばい、あと5分しかない。やばい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 、焼かないといけませんからね、この後焼いて食べないといけない、やばいって考えるとね、かなり、いやー全ては芋だったな。あの工程やばかったな、やばす、いやで、どう照りがいい感じ。うわー、この卵黄私大好きなんだよね。てかそもそも卵がすごい好きだから、もういっぱい塗っちゃいますね。いっぱい塗っていいんですよね。はい、ハートちゃんも可愛くします。もうハート、誰が何と言おうとこれはハートです。よしよしよし、はい、じゃんじゃじゃーん。え、で、おー、あ、余熱なしの250度のオーブンで20分焼いて完成。え、待って、これをこうやってこうですか、いけるかな。これ臭っ、これ臭いんですけど、ちょっとカメラに後ろ、お尻を向けております、すいませんね。はい、無事に入りましたぞということで、はあ、オーブン1段の温度250ですね、最大温度で20分、レッツゴー。よかった、これにて焼き上がりはとは待つだけです。おー、みんないろいろあったねねえ、みんないろいろあったよね、本当にこの後ね、50分何40分ぐらいで、いやいろいろ山あり谷ありありましたが、なんとか皆さんの応援のおかげで作れることができました。もうポイポイどんどん捨てていくよ。はい、じゃああとは焼き上がりを待つだけ、待つのみとなりましたね。あ、メール1通、はい、読みたいなと思います。メール、あ、ここに入ってるんですね。じゃじゃーん、あ、こっちじゃない、ここかな、あ、これですね。はい、ラジオネームななこさんからいただきました、ありがとうございます。あ、アラモードネームななこさんからいただきました、ありがとうございます。みなみちゃんこんばんは。こんばんは、新番組開始おめでとうございます。スイーツも作るとの、噂のこの番組でぜひ作ってみてほしいというものが、あり、メールしました。それは天宮香りの朝ごはんで、天宮香りさん CV 田中みな実さんが作っていたアサイーボールです。個人的には甘いものはすべからくスイーツだと思っているので、ちょっと変わった文字入り T シャツを着てみな実ちゃんが作っているところもぜひ見てみたいです。アサイーとかもうだって簡単やん、火使わんし、切ってミキサーブリーンつってもボンボン飾り付け映えみたいな感じでね。じゃあいいんじゃないですか本当にね、あの火を使わないからね、火なのかどうかもわかんないですけどね、若干熱なんで熱いものわかんないですけど、確かにね。でも今後もね、あの本当にいろんなものをね作っていきたいなって思ってるんですよ、本当にあのちゃんと思ってるし、あのやろうと思ってますんで、よかったらね、あのこういうの作ってほしいとか、いろいろあのメールとかも募集してますんで送ってきてください。ではでは改めてなんですけども、こちらなんとそろそろ前半放送も終了のお時間です。寂しいですね。こちらのチャンネルではお便りを募集しております。番組の感想や毎回のテーマ、自分も作ってみたなどなど、運営コメントのメールアドレスへお送りください。こちらですね、みなみアットマークユーディール .co.jp です。みなみはこれ373ですね、数字です、373でアットマークユーディール .co.jp に、はい、送ってきてください。番組の情報は公式ツイッターでお知らせいたしますので、ぜひフォローしてください。え、動いてる？あ、動いてるかも。よかった。ツイッターでの番組のハッシュタグは、ハッシュタグ、ミナモードです。ひらがなでミナ、カタカナでモード。
ミナモードでよかったらつぶやいてください。公式インスタグラムもあります。そうなんです、ありますんで、ぜひぜひそちらもねフォローお願いします。映えた写真とかもねこれから載せていけるんじゃないかなと思います。放送中に作ったスイーツのレシピはブロマガに掲載予定です。作ってみてね半笑いになっちゃう。作ってみてね、焦がさないようにね。はい、この後はね、まもなく会員様貸し切り放送になります。作ったスイーツを食べながらメール紹介等を予定しております。冒頭の数分はお試しで見られますが、最後までご覧いただくには月額500円プラス税のチャンネルへの入会が必要です。気に入ってもらえたらぜひ登録していただき最後までお楽しみください。いやもう本当に、いや波乱万丈な南アラモード始まっちまったなって感じで、いや本当ですよって、いや本当狙ったりとかそういうのじゃ本当違うんです。本当打ち合わせで私は真面目に作りたいんですって言ったんですよ。だからもう本当こういうお笑いでみたいな、なんかちょっとなんかこんなやばい材料用意しちゃいましたみたいな、これ使うんですかとか言って言いながら、あ入れちゃったみたいな感じのやつじゃなく、本当に真面目に作りたいと思ってねやってたんですけども、まあまあこういうこともあるよね。でもでもさ、どうですか、見た目はさすごい料理できそうな感じしませんか。どうですか、もうなんかようこそ南モードようこそみたいな感じでね、このなんかパティシエさんっぽい感じの洋服も用意していただいたんですよね。見た目はね見た目はね、そうですね、そうだよね。でもすごいなんかキッチンともねいい感じで色も合ってるし、すごい可愛らしい、ね、見た目にはなっているんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、今後もね本当にいろいろ作っていきたいし、この後にお紅茶を入れたりして、さっき作ったガトーショコラと今焼かれてるスイートポテト、5分ぐらい焼かれましたけどいかがでしょうか。焦げてない、大丈夫焦げてませんよかった。なので、はい、多分、まあ、スイートポテトも美味しく仕上がるんじゃないかなと思うので、この後素敵なお紅茶と一緒に楽しみたいなと思います。よかったらぜひぜひ皆さんも見てくれたら嬉しいなって思います。まあ、今後もね本当にいろいろ作っていくし、なのでそれに備えて皆さんもぜひぜひこんなの作ってほしいとか、自分も作ったよとか全然いいですし、よかったら送ってきてください。待ってます。いやでは次回の、あ、そうですね、次回の放送のお知らせをしたいなと思います。次回は10月15日火曜日22時からの収録放送です。本日ね作ったガトーショコラができるまでのなんやかんや山あり谷ありをねえ、いや本当にねガトーショコラもマジでいろいろありすぎてやばかったんですよ。でも紆余曲折を経てあんな感じに出来上がりましたんで、はい、よかったらこちらの方を見てください。あとね追加のねメール紹介なんかもあったりしますので、よかったらそちらの放送の方もね楽しみに待っててくれたら嬉しいなって思います。いやガトーショコラもなんかありましたよね、もうなんか結構ありましたよね、もう本当に大変だったんです。でもあんなに素敵なねものが作れたからよかったと思って、よかったら見てください。そして次の生放送は未定ですね、10月15日の収録放送時にねお知らせできるなと思いますんで、10月15日ってあと2週間後ぐらいですか。お、なるほど、じゃあその2週間後にはもうねいつ放送されるか分かるよということなんで、よかったらぜひぜひ聞いてください。なんかねこれ今回私一人でしたけど、ゲストさんとか呼んでもね絶対楽しいなって思うんで絶対楽しいですよね。楽しいってね、まあ、いろんな意味ありますけど楽しいなと思いますんで、はい、よかったらね、いろいろ詳細とか決まり次第公式ツイッターでもお知らせしますんで、よかったら公式ツイッターさんの方もフォローしてくれたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。では次回のそのテーマ発表しましょう。ハロウィンです。10月ですからね、待ってもう10月の話をしてる
でもそうですよね、大体もう今日が9月の末だから、まあ、約1ヶ月後生放送ってなったら、まあ、大体10月ハロウィンの時期季節になってるんで、もう世の中はハロウィン一色になってる頃、そんな感じであのハロウィンっぽい料理とかも作るのかな、ちょっとまだよくわからないですけど、よかったら皆さんもメール送ってきてください。それでは大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、え本当にこれ焼けてる、あったかいです、あったかいです、大丈夫なので、はい、じゃあこの後美味しい美味しいご飯を食べたいなと思います。それでは簡易さんの貸し切り放送でお会いしましょう。またねー。